霧島市国分の舞鶴中学校で今日行われたのは桜島大根の収穫です。特別支援学級の3年生6人が校門の花壇に去年の秋に種をまき、間引きや草取りなどをして育ててきました。せーの、よいしょ、オッケー、そこ。収穫した桜島大根は3キロから15キロの重さで60個。まあ、抜くのは大変でしたけど、もう大きくなった大根を明日、明後日みんなに食べてほしいです。明日と明後日の学校給食で味噌汁などに使うということです。撮影は霧島市のふるさと特派員谷口則義さんでした。